オンゲルマン川、ないし、オンゲルマネルベンは、スウェーデンで最も長い川の一つであり、長さは 460km に達する。また、流量の上でも、イエタ川、ルーレ川に次ぐ、第三の大河となっている。英語などにおける表記では、かつては、アンガーマンないし、アンガーマンが正式であった。この名称は、コノルド語で、深いフィオルドを意味する、アンガーに由来しており、 ノルウェーにそうした地名がしばしば見出されるほか、アンガーとしてノールランドの海岸部に関連する地名が見出される。この川は、スウェーデン領ラップランド地方南部に位置するスカンディナビア山脈に源を発する。ついで、イエムトランド地方を通り、水の勢いを増して、オンゲルマンランド地方を流れるが、この地方名は、川の名称が由来となっている。 主な支線には、ボイモン川、フェルシュ川、ファックス川がある。また脈川にベンイエル川がある。海から5 0トルほどまでは、船でそこをすることができる。最下流の3 0トルほど、地図にソレフテオという街が記載されているあたりから先は、オダレンと称される風景の美しい過酷となっている。オンゲルマン川は、最後は、 クラムホルスの町の近くでバルト海のボスニア湾に注ぐ。川口部にはスウェーデン最長の吊り橋であるヘガクステン橋がかかっている。ありがとうございます。